いいっすね、このボールは。一昨年かな、カップ戦決勝の2ゴール目。いやー、俺よくトムが見てたなって思うんですよね。ボールが止まって、普通やったらこうみんなが上がるのを待つけど、僕たちは、まあ、プレーをし続けるっていうのを僕たちのプレースタイルでもあるので、まあ、トムがボールを置いた時にパス出してくれるかなと思って、こう準備してたらいいパスが来たので、あとは落ち着いて綺麗にワーンって打ちました。したら綺麗に入ったのよかったです。これはもうトニーのパスがもう最高すぎて、ほぼもうトニーのゴールですね。あとはもう流れで僕はもう振ったっていう感じで、まあディフェンスが触るかなと思ったんですけど、もうとにかくボールを見てゴールは見ずにも振りましたね。そしたらもう綺麗に入ったんで、あ、すごいゴールですね。これは自分でもびっくりするぐらい興奮しました。いやー、いいボールだな。これも多分奪われて奪い返して一本のパスで待ったから、すごいいいボールが来たので、まあ、大然がこう走ってくれてるのが見えてたんですけど、まあこれ1対1だったし、まあ自分の間合いと自分のタイミングで綺麗に外して、でうまく左足に持ち帰れたので、あ、ちょっとこれは膝の滑りはもうちょっと触れたくはないんですけど、もう本当にいいパスからいい抜け出しから、まあこうもう一人大然が絡んでスペースを作ってくれて、相手と駆け引きして、まあ、いい形で左足に持っていけたので、もうすごくいいゴールだなと思います、うん、めっちゃ綺麗、カウンター1本ですね。まあ、これはもう作りが、僕は本当に最後相手と駆け引きして、うん、いいボールが来たので押し込んだって形なんですけど、これよく見るともうカラムからアズに入った時にもアズが前向きでボールをすごく綺麗に受けれたので、でレオが走り出して、で僕につながってっていう、こうみんながこうつながって、多分この前も多分カールがパスカットしたところから始まってると思うんですけど、うん、みんながこう全員がつながっていい形でゴール決めたっていうのと、まあ、こういう大舞台でみんなの前でゴール決めれて、みんなと喜べて、すごく、うん、最高のゴールでした。これはそうですね、これも、まあ、GT が持った時にセンタリングを受ける動きをしながら、まあ、マットが抜け出したので、こう動き直ししたらいいボールが来て、まあ、トラップまではすごくイメージ通り、あとはうん、もう振り抜こうと、入っても入らなくてもとりあえず振り抜こうと思って振り抜いたらすごく綺麗に入ってたので、うん、やっぱこう決勝戦の時もそうですけど、こうやってホームでたくさんの人の応援してくれる人たちの前でこうやって決めれるっていうのはやっぱりすごくいいゴールだなと思いますね。まあ、これはそうですね、まあこうアリがいいディフェンスをしてくれてて、まあ僕的にもこうバックパスしてくれないかな、相手してくれたら取れるなと思ってたら、すごくまあバックパスしてくれたので、あとは、うん、駆け引きして取って、まあ中にも大然とマットが不利だったんですけど、まあ僕的にこうやってもファーストプレーに近かったので、まあフォワードしてシュートで終わろうと思ってシュート打ちました。そしたら綺麗に入りました。